とビビゴの海苔巻きとほうれん草、オーガニックいちごしかありません。はい、皆さんこんにちは、星の子です。今日はアマゾンフレッシュで1万3000円分ぐらい購入して、もう冷蔵庫もね、冷凍庫も野菜室もすっからかん状態なので、ここから作り置きをね、作っていきたいと思います。それでは早速スタート。ちょっとざっと紹介すると、鶏肉でしょ、カレー用の角切りの国産の豚で、これが豚バラの塊、豚のロース薄切り、豚ロース生姜焼き用のちょっと厚めに切ってあるやつ、薄めの豚バラで、国産豚ひき肉、レンコンバーグ作ろうと思ってます。でハムでしょ、でこれ冷凍の鶏ひき肉と豚ひき肉、油揚げ、ウインナー、キャベツ、しいたけ、マッシュルーム、いちご、バナナ、スナップエンドウ、生姜焼き用の生姜と、きゅうりと人参、玉ねぎ、これ美味しいですよね。冷凍のパスタ、醤油バターで、レンコンバーグのレンコン、えのき大好きなので、えのき、九条ネギとえのきのスープ作ろうと思って、九条ネギ、ネギ、あとニラ、ごぼうの豚巻き作ろうと思ってます。あと冷凍の竜田揚げとこのブロッコリー買いました。あ、で私の大好きなサヌキうどん、ちょっとこっちにね、お菓子とか無印のね、ものも買えるので、これ食べてみたくて買ってみました。あとからしあとこれもね、なぜかアマゾンフレッシュで買えたんですけど、ナイトミンの耳ほぐタイムっていう気になったので、これもついでに買ってみました。はい、という感じで、これが今回の買い足し食材です。えのきからやっていきます。無限えのきっていうのを作っていきたいと思います。耐熱ボウルに入れておきます。もう一個は適当な大きさに切っておきます。ニラが余ったら、ニラとエビとオイスター炒めをしたいと思います。集合体が無理なので、この断面がね、見るの嫌なんですよね。私極度のね、集合恐怖症ではないんですけど、ちょっと苦手なの。油揚げの餃子を作っていくので、それ用のニラとキャベツをみじん切りにしていきます。残りはエビと炒めます。一枚一枚剥がして洗います。この隙間にさ、虫がいることがあるのよ、たまにね。もうそれが恐怖なの。もうなんかこの間にちょびびびびびー鳥肌立ってきた。この話するのやめよう、こういう話するのは。水気を取っておきます。ただこれをみじん切りにしていきます。私はいつも適当にこういうちっちゃい葉っぱとかを大きい葉っぱにこうまとめてくるくるってやります。そこから細切りにまずしていきます。でこれをぐるっと回して、私はこういう風にみじん切りをしてます。これをね、ニラと同じところに入れます。はい、できました。塩でもんでしんなりするまで少し時間を置いておきます。コストコの冷凍エビを塩水で解凍しておきます。レンコンバング端っこだけ切り落として、ちょっとここも表面だけ薄く処理します。アクがあるので水でアク抜きをします。最後はね、輪切りだと切りづらいので、いちょう切りにして焼いちゃいます。これも一緒に、ごぼうの皮を包丁の刃で削いでいきます。こうやってやりづらい人は置いてやってもいいと思います。一つはごぼうサラダに使って、一つは豚の肉巻きに使っていきます。これ今日ちょっとできない、うまく並べてね、こうやってやるの。半分ぐらいかな。人参も肉巻きに使います。多分こんな使わないけど、一応置いときます。余ったらね、味噌汁とかにしちゃいます。でもう一個はごぼうサラダ用に、こちらも千切りにしていきます。こちらも斜めに切った後、綺麗にこう並べて、ギュッと手で押さえながら切ると、あっという間に千切りができます。料理初心者の時にこれをね、何回もやってもできなくて、やっぱね、料理も慣れですね。で豚のブロックをね、煮込みとかにしがちなんだけど、今回はカリカリにちょっと焼いて、レモンダレを作って、それをねかけて食べてみたいと思います。絶対美味しい。みじん切りにします。うわー、目が痛い。主婦5年目にもなればね、6年目か、目をつぶってでも切れます。目が痛い、どうしよう。はい、白髪ネギもね、作っておきます。
白髪ネギ作るの好きなんだよな。重ねて、はい、のり完成。あーすごい上手、あっという間で描けたね。これがハワイの空で、これ海の、見て、後で見ていい？ちょっと今ママ目が痛い。まだ痛いの？だってまたネギ切ってるもん。ゴーグルしたら、ゴーグル確かに。これは余ったので切っといたんですけど、まあなんか納豆に混ぜたり味噌汁の上にかけたりして使いたいと思います。これは違う料理に使えると思うので、それだけキッチンペーパーに包んでラップで包んで保存しておきます。レンコンバーム用に玉ねぎのみじん切りと、あと生姜焼き用に短冊切りにしていきます。あ、全然痛くない、最高。余ったキャベツは適当なサイズにカットして密閉バッグに入れて野菜室に保存しておきます。使いたい時にさっと使えるのでカットしておいておくとすごく便利です。このキノコ類はカットして冷凍保存します。はい、とりあえず切るものを切って下準備完了しました。スナップエンドウはしっかりキッチンペーパーで水気を取って、マヨネーズと蒲田のだし醤油で味付けをします。これはこれで完成。無限えのきは電子レンジ調理です。ツナ缶の油ごと入れます。ちょっとだけみりんを垂らしてラップをして電子レンジで2分半加熱していきます。はい、こちらちょっと水気を取って、鶏ガラスープの素を入れて、あとは醤油、ちょっとだけごま油、香り付け程度です。でツナが入っててちょっと塩気があるので、味を最初から入れすぎないように。ご飯にかけてもいいし、パスタとかうどんにかけてもいいし、サラダにかけてもいいし、何でもおいしい。はい、やみつきえのきの完成です。これはすりこです。米油で玉ねぎのみじん切りを弱火でじっくりとじっくりと炒めていきます。最近米油を使ってるんですけど、米油は酸化しにくい油で、揚げ物とかもカラッと揚がるし、癖のない味でビタミン E とかが入ってるんですよね。炒めた玉ねぎは粗熱を取っておきます。このタワーのシリコンヘラはこういうね、細かいものをかき集めやすいんですよね。ひき肉を入れたら卵、あ、やばい、ちょっと醤油入れて、パン粉を入れて、ちょっと牛乳を入れて、入れすぎたかも、塩コショウして入れます。牛乳入れすぎた。これはいつも言うけど、ぐるぐるぐるっとやってネバっとしてるの分かりますか？横に糸引くような感じ、こう粘り気が見えるまでぐるぐるぐるっとこねます。その後にこうまとめて、あんまりこう手の温度で温めたくないので、お肉を、美味しい油が逃げていっちゃうので、素早くこうやってまとめます。まあちょっとね、牛乳入れすぎたな、まあ今日弱いかな。 OK、 なんかこんなの作ってみた。米油を熱します。こちらを焼いていきます。これはありなのかな、まあいいよね、焼ければいいから。これで表面焼き色がついたら、弱火でお肉の中まで火を通していきます。いや、もう簡単にポン酢とバターにします。ポン酢バターは最強に美味しいので、白だしとかも加えたら美味しいと思います。これもね、ちょっと火を強めながら焦げないように味を染み込ませていきますね。できました。なんか容器これしかなかったんだけどさ、大丈夫かな。完成。フライパンにごま油を熱して、千切りにした人参とごぼうを炒めていきます。軽く炒めたらみりんを入れて、そのみりんの水分を飛ばすようなイメージで炒めていきます。ちょっとね、弱火にして蓋をして蒸していきます。で最後また水分を飛ばすように炒めていきます。しんなりしてきたら、保存容器の耐熱皿に入れておいて、ちょっと冷ましておきます。
これは冷ましてからさらに味付けをしていきます。こちらはマヨネーズと、あとねちょっと牛乳を入れるんです。あと野菜だしで、ちょっとだけ醤油。これで味見をしてみましょう。めちゃくちゃ美味しいです。砂糖入れてもいいね。ごぼうサラダの完成です。はい、こんな感じでごぼうと人参を巻き巻きしました。片栗粉をまぶしておきます。これであとはタレを作って焼いていくだけです。合わせタレを作っていきます。まずお酒をね、大さじ1ぐらい、そしてみりんはお酒よりも多いぐらい、大さじ2ぐらいかな。で、醤油もみりんと同じぐらい、きび砂糖はお好みです。甘くしたかったら大さじ1杯とかでもいいし、私は小さじ 1.5 ぐらい。合わせ調味料を作っておきます。そしたらごま油を熱します。入れていきます。ごま油が足りないね。この余ったお肉も一緒に焼きます。このみりん醤油砂糖っていうさ、定番な合わせ調味料、本当にご飯進みますよね。これね、ちょっと弱火にせず、あんまりブクブクしすぎちゃダメなんだけど、ふつふつふつとなるぐらいのままお肉にね絡めて、弱火すぎてもあんまり味が染みないので、味を絡めるときは火の加減がここで大事になってきます。焦げたら苦くなるので、それも要注意です。ニラとキャベツ、塩もみしておいて水分をね絞りました。で、その上にひき肉を入れて、すった生姜を入れますね。ニンニク、楽天で買ったこれを使ってます。で、塩コショウで、ちょっとマヨネーズを入れるんですよね。ちょっと醤油、この野菜だしさっき余ったのでこれも入れちゃいます。で、こねます。油揚げ餃子の種ができました。はい、油抜きをした油揚げに種を詰めていきます。あ、でさっきねちょっとオイスターソースと鶏ガラを入れ忘れちゃったので追加しました。餃子の油揚げ版って感じですね。こんな感じで詰めて、平たくこうペペペンとペペペンと、余ったものはカットして冷凍しておきます。油揚げも冷凍してストックしておくと、味噌汁に使えたりとか炒め物とか便利な食材なので冷凍しておきます。ポイッと、チップトップってやつですね。このマチがあるタイプの、これね便利なんですよね。はい、ごま油を熱して焼いていきます。カリカリとしてて美味しそうで、ちょっとね余ったニラとえのきでナンプラー炒め風でいきたいと思います。まずコストコのエビを炒めます。で、最後ニラを入れます。最後、あ、待って、味付けしないと。ナンプラーを入れます。オイスター入れます。ちょっと胡椒を振ります。ちょっとね、レモン絞って食べたら美味しいと思います。はい、完成です。まず第1弾の作り置きはこんな感じです。ちょっとね、まだ残り作れてないんですけど、夜ご飯になっちゃうので一旦ここでやめて、また後で作り置きをします。ごぼうの肉巻き、レンコンのハサミバーグ、ごぼうサラダ、白髪ネギ、エビとエノキのナンプラー炒め、無限エノキ。2日目の夜ご飯、ごぼうサラダの余り
と無限えのきとレンコンバーグ、これに白髪ネギと糸唐辛子をパラパラっとかけました。で、油揚げ餃子の余った油揚げと余ったネギと青さの味噌汁を作りました。今日もずくとご飯です。で全部終わらそうとすると結構時間がかかっちゃうので後日ストックを再開しております。これはカレー用のお肉なので塩コショウしてラップに包んで冷凍保存しておきます。こういうパックに入ってるやつだとこう塩コショウしやすいんですよね。カレーを作りたい時にね使えるように冷凍保存しておくと便利なんですよね。続いては玉ねぎを切っておいたので、ここに生姜焼き用のお肉を3つ仕込みます。で、すりおろした生姜をたっぷり入れます。で、塩コショウでね、このつけておく段階でマヨネーズを入れておくとすごいまろやかになるし、めちゃくちゃ美味しくなるの。マヨネーズは意外にね主張強いけど隠し味に使えるんですよ。あとはめんつゆ、ちょっと醤油。はい、1日だけ冷蔵庫で寝かして調理してもいいし、このまま冷凍保存してもいいと思います。鶏ももは唐揚げ用にした味をつけて保存しておきます。皮は剥ぎ取ります。こう余分な油のとこも美味しい油じゃないのでできるだけ削ぎ落とします。はい、じゃあね、塩麹。あ、待って、もうなんでさ私ってこうやって横着するの、いつも本当にね。なんで？まあ入れすぎましたね。だいたい大さじ2杯とか3杯ぐらいがいいんですけど、ちょっと入れすぎちゃったね。ここに醤油、ちょっとだけにします、醤油。で、ニンニクすりおろし、これをこのぐらい入れまして、もうね、味付けはこれだけです。なんだかんだ、塩麹漬けの唐揚げが一番美味しくないですか？私はそう思うんだけど。これは冷凍しといてもいいし、これも一晩つけて次の日に調理してもいいしって感じなんだけど、私はこのまま冷凍しちゃいます。まあ、揚げるときは卵をつけて片栗粉をつけて、で油で揚げてっていう感じです。豚バラのタレを作っていきます。まあ、刻んでおいたネギとあとごま油今ちょっと入れました。ここにもちょっとだけニンニクを入れますね。あとはちょっと蜂蜜、レモン、醤油、ちょっと醤油も足そう。豚バラに合わせるから豚の油でね塩分も負けちゃうと思うので、ちょっとしょっぱいぐらいでいいと思うんだよね。あ、そういえばフライパン一式買いました。豚バラブロックを食べやすい大きさに切ったのでごま油で焼いていきます。ちなみに豚バラは一番脂の多い部分を切り取った部分が豚バラって言われる部分なんですけど、なのでその分ね脂質はもちろん多いし高カロリーになっちゃうんだけど、でもその脂質っていうのは必須脂肪酸って言われてるんですよね。なのである程度体にとって必要な栄養ではあるんですけど、取りすぎはね注意。豚肉にはタンパク質はもちろんビタミン B1 っていう栄養が含まれているので、ビタミン B1 はまあ水溶性のビタミンって言われてて、全然今日喋れない。なんだ、まあ、とにかくこういうことなんです。テロップに載せます。さっきのね作ったネギダレをあえて出来上がり。これはもう今日はねめんどくさいので丼にして食べちゃおうと思います。